DAFF East Asian Cup 2013 Japan Australia。日本の中では抜群に空中戦に強いサガン鳥栖のエース豊田。さあ第1戦とメンバー11人全員を入れ替えて、この33番豊田洋平、 J リーグでは現在リーグ2位の12ゴールを挙げています。その豊田が追いかけていきます。激しいプレッシャーです。そしてこのボール森はこう非常にこう緩やかな感じといいますか、はい、今日はボールにも行ってますし、ね、鈴木大輔もロンドンオリンピックの代表のメンバーです。山田がヘッドで落としたボール、豊田が絡んでいきます。そしてボール、ここは鈴木大輔がしっかりとその前線にくさびを入れさせないディフェンスをしました。そうですね、ですからもう構成するという意味じゃ日本の方がいいんです。そうです。そして大迫がボールをもらいます。はい、これを見て豊田はどうするか、斜めに豊田が走っていく。その豊田の足元にボールが入っていった。大迫のパスを出すタイミングと豊田の走り出しのタイミング、良かったと思います。ですから大迫は間でボールを受けてあげるとああいうプレーもできますし、はい、今のはパスしましたけどサイドの選手、はい、見えてましたよね、フリーだったですよね、はい、あそこも使うことができますしね。右に斉藤がいたという状況です。はい、森さん、はい、ザケロに鹿島レーソルの鈴木です。縦にパスを出した、入ってますね、いいボールが出てきました。そして斉藤、少しトラップに手間取りましたが、森脇のファーに逃げてというような、はい、真ん中に今大迫がニアに走り込んできて、しかしボールはファーサイドの豊田、センターバックの裏をの損傷を取っています。山田がヒールで流した。さあ豊田、折り返していくが、ここは振られた後のオーストラリアのディフェンダー陣サイドを変えます。そして豊田、このファーサイドに張ってる豊田ということになります。そうなんです、これを狙ってると思うんですよね、今日言われてると思うんですよ。はい、豊田のポジショニングは清水さんから何度も解説がありますが、こうファーサイドにこう必ず逆に逃げてるんですね、これサガンとしても同じような動きを得意にしてね、豊田はその豊田胸で落とした、こぼれたボールは荻原、期待の左足から、ただアートマッカーのタッケーのパスをパスカット、はいはい、さあ日本チャンス、豊田横にパスを出した、高橋がボールを持って上がります。左サイドオープンスペースを使います。ファーサイドには斉藤、そして豊田がまたプルアウェイの動きでファーサイド、そして斜めに中に走っていく豊田のエンドだ。プルアウェイの動きから斜めに前に走り込んできました豊田。ドンピシャだったですね、今ね、見事に糸がね、はい、こうお互いの糸がぴったり合った瞬間ですよね、これね、一回逃げてあそこに入ってくるの分かってるわけですからね、はい、というわけではありません。2004年に名古屋に加入しましたが、なかなか出番がなくて出場機会を求めていろんなクラブを渡り歩きました。そして2011年に J2 の得点王サガン鳥栖で挙げて、サガン鳥栖を J1 に押し上げてきました。そして去年その J1 に挑戦したサガン鳥栖でも19ゴールリーグ得点2位、サガン鳥栖を5位に躍進させた豊田です。今シーズンも自身は得点をここまでリーグ2位の12ゴール上げている豊田。そう、この先がブラジルのピッチへつながっていくのかどうか、ザッケローニ監督の心に響くプレーを残せるかどうか。折れてきたボールをしっかり奪い取って、さあ豊田が頭で落とした、落としたところ、セカンドボールは斉藤です。右サイドでボールを持って豊田のヘッドもありました。低いボール、大迫、右サイドには豊田、豊田にボールを託して豊田からのクロスヘッド、高橋がゴール前まで攻めてきました。そうですね、このボランチの選手がこのゴール前に顔を出してくると、また清水さん一気に迫力が増してきますが、ここで前半の45分が終了しました。日本リードでこれから後半の45分を迎えます。市の動きというのも一つ期待したいと思いますが、そしてもちろんザケローニ監督の前であの豊田が代表ゴールを決めるかどうかですね。そうですね、ただあのね、豊田の特徴をこの前半みんながよく活かしましたよ。あ、そうですか、はい、確かに、斉藤の得点もその前はあの、山田からのクロスですから、はい、それは豊田が競ってこぼれた球をまあ回していったわけですからね、はい、ですから前の動きです。縦にパスが入った、豊田から足元、大迫が入った、大迫チャンスだ、チャンスだ、チャンスだ、日本に点目、日本追加。
ワンツーマーかったですね。このスルーで完全にこう引っかかりましたよね。徳永オーバーラップをかけます。それに引きずられたディフェンス、山田は上げません。一旦下ろした高橋、高橋からさあ豊田にボールが入っていく、まあ、ボールを一旦落とします。今日ね豊田のところでね、あのファーサイドの豊田の起点は一つ大きなビッグチャンスになってますね。できた山口蛍、大迫はスルーして豊田に落として、大迫のシュートだ。キーパー弾きます。安いですからね、はい、これちょっと今プレッシャーを受ける形になりましたが、その中で豊田にボールを収めて前に運びます日本です。大迫から右サイドに開いていく、サイドの工藤はまだ切れ味があります、はい、豊田は真ん中、山田です。山田と豊田は今日クロスの質が合っているような感じがしますが、その豊田の豊田だ。得意のヘッド、間違いなく今日はもう山田はあのその豊田だと思いますが、そうでしょうね、これね、これうまくディフェンスをカーの上を、ね、越してかぶってくれたんですけど、ちょっと前に入っちゃったんですね、単純に言うと、まあ、ただ、まあまだ時間ありますしね、はい、さあ工藤から落として大迫、どうだ、シュートだ、決まった。同点に追いつかれたすぐその直後、日本勝ち越してみせました。打ち合いの様相を呈してきました。いや今のはよく決めましたよ。決めましたね、はい、パスをして戻されたボールですけど、よく見てましたねこれね、はい、あのコースをよく見てました。日本はラインを高く保ってコンパクトに体勢を取っています。中盤でスペースを与えない、その中盤で絡め取りました山口。さあそして豊田にボールが出た。真ん中を今日2点決めている大迫、その大迫へのボールはどうだ。日本です。徳永前を見た、前を見て、これは大迫へのボールか。大迫抜群のポストワークが一つの武器になる。そして豊田のシュートだ。先ほどは豊田が起点を作って大迫を生かすというシーン、今は大迫が体を張って豊田にシュートを出してきました。そうですね、日本でもあります、まあ、最終ライン、ね、豊田がチェイシングしていく、まあ、あの本当にこうやって一人一人がもうこの残りの時間、はい、そういう意味じゃね、はい、ああいうようなプレーをするってことが一番大切ですよね、はい。豊田のチェイシングに合わせて最終ラインもしっかりと、もう90分が近い状況ですが、しっかりと上がってみせます、はい、ジャパンでベンチ入りはあった徳永です、まあ、ただね、今日やってる左のサイドバックっていうのはね、はい、彼もね、あもうやったことはかなりね少ないと思いますよ、はい、あですけど、まあもう本当そつなくこなしてますよ。なんかかなり体力的にも厳しい、きついと思いますけどね、追い込まれたはずですが、今ここで試合終了のホイッスルが鳴り響きました。東アジアカップ2013第2戦、日本対オーストラリア、日本この大迫の2ゴール、そして前半には斉藤の先制点がありました。3対2でオーストラリアから見事に8点を奪ってみせました。逃げ切ってみせました。西岡さん、はい、日本トヨタが準備しています。トヨタですか、ここで3枚目トヨタという、そういう交代になりそうです。ここでトヨタが今ラインのところまで来ました。これあのトヨタを入れて待ちたいですけどね、いいよですね、あの他の選手たちがこう感じ取ってですね、そうですね、はい、日本は1点を取りに来ました。ああもうですから西川のボールもある意味もう豊田をめがけて蹴るような、そんな感じでもいいかもしれませんが、間違いなくそれでいいと思いますね、今度は高いボールです、蹴ってますね、その豊田が競っていく、ボールがこぼれて、さあ日本はこの間に豊田がボールを追っていきます。豊田の魅力はこういった守備での貢献。残り時間はあとはアディショナルタイムということになります。長いボールを入れます、豊田へ弾き返して、このボールを拾いたい日本ですが、逆にここはこれ監督抜けてきた、抜けてきた、西川助かりました、助かりました、西川がよく抑えました。さあ逆に日本チャンスになる、原口元気抜けた、前が開いた、原口、原口、まだあるシュート、決まった、柿谷だ、日本決めた、ロスタイム日本、柿谷のゴール。いやー、まあ、あの本当に
決定的なピンチからですね、このカウンター、まあ、シュートのこぼれ球落ち着いてましたね、完全に選手の逆取りましたよね、全ての選手の天才柿谷、東アジアカップこれが3ゴール目、非常に精神的に、ね、ダメージ与えましたよ ね、これね、ここもフリーですよね。さあこれも山田が余って、はい、山田のクロスから、その彼だけでなくその周りですね、特に注意するのは、はい、高いボール西川出てちょっとボールこぼれる、このボール高いボールを落ちてきた、まあ、シュートはどうか、うわ外れた、西川か、西川出てこぼれた、こぼれた、マジック返した、豊田、豊田のガッツポーズ、サガン鳥栖の豊田洋平、豊田も代表デビュー、しかしよくカバーしましたね今ね、遅れて入った代表でその気持ちを見せます。さあしかしまだある、韓国はまだある、なんとか守ってほしい日本、東アジアカップ初優勝が見えてきている中、出た西川、上はここで枯れました、日本東アジアカップ初優勝、柿谷の2ゴールでライバル韓国を下しました。いや、まあ、しかし本当にしたたかにね、ある意味したたかに戦いましたよ、そうですね、はい、日本が韓国を下して、そして5回目の東アジアカップで初めての優勝です。2勝1分け、そして最後に入った豊田が、ね、日本のピンチを最後はディフェンスでしのぐというシーンもありました。いや本当そうですよね、まあ、しかし本当にこうある意味少ないチャンスをきちっとものにして、はい、きちっと切り返して、はい、こうやって、勝利をしていくと、そういう意味では本当に頼もしいですね、これね。そうですね、全員のプレーを見ることができるとできたと思います。そのために私も努力しました。今回活躍した選手たちの中で早く代表に招集される人たちもいると思いますし、少し置いてから招集される人たちもいるでしょう。しかしよくカバーしましたね今ね、遅れて入った代表でその気持ちを見せます。